物を着想する時っていろんな要因がこう集合する偶然みたいな瞬間があるんですよ。新しい椅子デザインしましょうみたいな話がちょうどタイミングよくあったりすると、それがこう結晶化しやすくなる。無垢の木だったら削ってみたいみたいな、触ってみたいみたいな、あるいは削ったものを見てみたいみたいな、素材が持ってるその魂みたいな、その存在感を、まあ、掘ってみたかったというのがこの形でしょうかね。広島っていう椅子も最初にやったんですけど、その時はまだその構造体をオーガニックに変えていくっていうその途中の段階にあった。今回は思い切ってすごくオーガニックなものにしたかったっていう。僕は空間を単純にしましょうっていう方に努力してきた方のデザイナーなんだけれども、今回はその整然とされてきたから、じゃあ花を生ける方の花のデザインになりましょうみたいな思いは今回はあったと思います。本当の豊かさっていうのはどういうところで表現されてるのかなみたいなことに触りたいなとは思ってますね。例えばこう背から後ろにつながるこの境目のこの3つの領域なんていうのは頭では描ききれない。でもその一番頭では描ききれないところをから考えたんですよ今回。枝分かれした元の部分ですよね、生の木でいうと。そこを作り込んだっていう。フグっていうシリーズはジャスパーさんが持ってたネタだと思うんですよ。毎年1回だけ広島に行く機会があって、その時にモデルを確認したりして、後でフグを食べるっていうその習わしがあって、モデル見るよりもフグに来ないのかみたいなそれくらいその僕もジャスパーもすごく楽しみにして、その一番の幸せの状況を表した言葉を自分のソリッドな椅子につけたっていうのもやっぱ彼のうまいとこかな。やっぱりフグ来たかと思って、二人のペアが暗黙でやり合ってるようなそういう名前がいいかな。こういう家具とかのものづくりからすると、自分でさえもあこういうものがやっぱり自分の生活よくしてるんだみたいなことが、やっぱりこのライフスタイルが変わったことによってすごくよくわかります。経済活動もビジネス創出も夢もみんなそのスペシャルに向かって何かを企てようとなってたけど、そういうことじゃないんじゃないのっていう見方で、普通ってなんだろうってことを常に考えてる。普通を極めるってことは結構美しいこと。